タスマン氷河、上半ブランドサットから撮影した、クック山付近の写真。タスマン氷河はクック山の山頂の東側。タスマン湖におけるタスマン氷河の終端面タスマン氷河は、ニュージーランドの南東にあるサザンアルプス山脈からマッケンジー盆地に向かって、南や東に流れる氷河の中で最大のもので、ニュージーランド最長の氷河である。この氷河は、 長さ2 7トル幅は4キロメートルもあり、全体が青キマウントクック国立公園内にある。最大の深度は6 0 0ルである。氷河は101平方キロメートルの領域に及び、およそ海抜3 0 0 0ルの高さより始まる。冬から春にかけての降雪は5 0ルまで積もり、夏に溶けた後も7メートルは残っている。タスマン氷河は、 タスマン山とその南にあるクック山という二大高峰の東側面に沿って南へ流れている。その上流一帯は雪で覆われているが氷河によって運ばれた岩がその進行する氷河の消耗により露出し、より低い氷河部では完全に岩で覆われる。この氷河にはマーチソン氷河の通る氷水が途中でぶつからんばかりとなっている。この通る氷水は モレーンの外側でタスマン氷河のそばへ流れ込むために方向を変えるまでは北東から近づいている。両氷河からの水はタスマン氷河の先端にあるタスマン湖に溜まった後南に流れて近くのフッカー氷河やミューラー氷河から流れ出る水とタスマン川の広い谷で合流しそのより合わさった流れは深き湖へと南へ流れる。それらの流れは最終的にはワイタキ川へ入り オマルの北で太平洋に注ぐ。サザンアルプス山脈に西から東に向かってミューラー氷河、フッカー氷河そしてタスマン氷河と並んでいるが、それらの氷河は1990年から2000年頃の10年以外の間に大きく後退した。終端の拡大した湖、白い氷の後退、氷が薄くなったことによるモレーンの壁の高さの増加に注目。 ありがとうございます。